ーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは桜花七部海、つまり世界政府公認の海賊ってこと。国の人たちにとっては、町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら、七部海でも海軍でもありがたさには変わりはないの。しかし、その英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとは、みんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができればアラバスタは救われる。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。あ、やっぱり来たか、この国へ。お前、あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが、ここで必ず捕らえてやる。とりあえず逃げるしかねえ。走り、海兵どもを緊急招集。町をくまなく回って麦わらの一味を探せ。麦わらの一味が。了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて刀を。捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろー。え、やめときな。お前は煙だろうが、俺は火だ。俺とお前の能力じゃ勝負はつかねえよ。てめえか。白ひげ海賊団の二番隊隊長がこの国に何の用だ。ポートガス・ディ・エース。弟をね、探してんだ。エース。変わらねえな、ルフィ。出さねえぞ、麦わら。諦めな、俺とルフィは止められねえよ。なんでここにいるんだよ。話は後だ、協力して片付けちまう。すぐに海軍に見つかってんのよ。この国で何を企んでやがる、麦わら。くそ、しつこいな、煙。とこれは増援を連れてくる。お前らは奴らを足止めしておけ。はっ。Thank you.
はっ、ウートンシャット、このままで終わるか。どけよ、どかねえならぶっ飛ばすぞ。俺が道を作ってやる。まあ見てなって。すげえ、エース、ありがとう。麦わらの一味を逃がすな。子供の頃使ってた抜け道があるわ。あそこなら海軍にも見つからないはず。わかった、子供行くぞ。これじゃ話もできねえ。早いとこ海軍をまかねえ。相手になるぜ。その覚悟があんならな。助かったぜ。早くみんなと合流しねえと。そこの女、お前も麦わらの一味だ。待て、私はただの踊り子よ。聞いてない。ノルマ、はっ、なんだお前は。変な気兼ねきやがって。あの野郎、仲間をバカにするのか。ねえな、お前は。エースもな、相変わらず強え。ロケット！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 ロケット
速ウェア。私一人ではスモーカーさんと合流しないと。ロケット、ようやく行ったか。ロケット、俺に任せろ。いつまでも逃げ切れると思うな。スモーカーさん、遅くなりました。麦わらの一味、てめえどこ行ってやがった。すみません、道に迷ってしまって。はっ、そこだ。スタッフ、スタッフ、ここまで追ってきててめえらを逃がすわけにはいかねえんだよ。めんどくせえ連中だな。あとは頼んだぞ、タシ。スモーカーさん、あ、はい。はっ、や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 っ、いきますよ。スモーカー大佐と連絡が取れん。麦わらはどこだ。今のうちに敵を撒くぞ。うん。兄ちゃん、さっきのやつはお前の兄貴なのか。あ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから3年早く島を出たんだ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して一回も勝ったことなかった。あんたが一度も生身の人間に。そうさ、負け負けだった。でも今やったら俺が勝つね。お前が誰に勝てるって。
あ、こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、まったく。とにかくまあ、会えてよかった。ほら、これをお前に渡したかった。あ、髪切るじゃんか。そいつを持ってろ。ずっとだ。その髪切れが俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手焼くだろうが、よろしく頼むよ。もう行くのか？ああ、俺は今重罪人を追ってる。最近は黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。奴は海賊船で最悪の罪、仲間殺しをして船から逃げた。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会うときは海賊の高みだ。エンス、またな。来いよ、高みへ。ルフィ。ポートに近い町に本拠地を移したみたい。もう時間がない。大丈夫、きっとまだ間に合うわ。とにかく先を急ぎましょう。やめた。は？おいルフィ、早く行って反乱軍を止めなきゃ。お前、100万の人間が激突してえれえ事態になっちまうんだぞ。つまんねえ。何を、こら！ビビ、俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ。反乱してる奴らを止めたらクロコダイルは止まるのか？その町についても俺たちは何もすることはねえ。海賊だからな。こいつは考えもなしにたまに確信をつくよな。お前はこの戦いで誰も死ななきゃいいって思ってるんだ。国の奴らも俺たちもみんな。七部会が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、みんな無事ならいいと思ってるんだ。甘いんじゃねえのか。人は死ぬぞ。やめてよ、そんな言い方するの。今それを止めようとしてるんじゃない。なぜ誰かが死ななきゃいけないの。悪いのは全部クロコダイルなのに。じゃあなんでお前は命かけてんだ。この国を見りゃ一番にやんなきゃいけねえことくらい俺だってわかるぞ。何よ。お前なんかの命一個でかけ足りるもんか。じゃあ一体何をかけたらいいのよ。他にかけられるものなんて私何も。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ、仲間だろうが。本当はお前が一番悔しくてあいつをぶっ飛ばしてんだ。教えろよ、クロコダイルの居場所。